カナディアンノース航空は、カナダ・オンタリオ州カナタに本部を置く航空会社。カナダ北部を代表する航空会社の一つで、ノースウェスト巡州、ヌナビク巡州、ヌナブト巡州に就航している。1989年にカナディアンエアラインの子会社として創業。2003年に、北極熊、真夜中の太陽及びオーロラをモチーフとしてロゴへ変更。 2007年6月に、キティクメオト地域の行はヘブン、タロイク、クーガーク、アンドクグリュックトゥックへ就航。2008年4月、ヌナブト順州のキキクタアルク地域にある7つの地域へ、就航2019年11月1日、ファーストエア、と、カナディアンノースは合併し、IATA コードをコティに統合、ファーストエア、で使用していた IATA コード7回とコールサイン。 ファーストエアを廃止。塗装は、ファーストエア、のものを使用している。2019年秋現在、ボーイング727、就航都市はすべて、カナダ国内線かつては、オタワ・ボストンカーにアブロ748による、国際定期便を運航していた。1974年、格納庫の火事によりダグラス C-47、デハビランドカナダ DHC-6、6 DHC-3 が全損。1988年、アブロ748が、クラレンスロックランド付近に、墜落2004年、エドモントンへフェリー中のボーイング737が、エドモントン国際空港へ着陸した際、誘導路に誤って着陸。ファーストエアボーイング7672011年、ファーストエア6560便が、レゾリュート米空港へ、 ファイナルアプローチ中に墜落。ファーストエアは以下の航空会社とコードシェア提携を結んでいる。ボーイング737から200。ありがとうございます。